こんにちは。まあこれもね、いろいろ今までお話ししてきて、なんとか100まではね、行きたいなと、100回までは行きたいなと思ってるんですけど、もうすでにですね、ネタがなかなか探すのはやっぱ難しいなと、いろいろ話すことはあると思ってたんですけど、やっぱ毎回毎回苦しみながらですね、喋ってるんですけど、でいろんな話題っていうのをね、していこうと思ってるんですけど、やっぱまだまだインプットが足りないのかなっていうふうに感じています。ですからインプットをしつつ、やはりアウトプットもどんどんしていくっていうことをね、これからしていこうと思っています。で今回は現実を固定しないということについてお話ししてみようと思います。でこれはどういうことかというと、価値観とかね、価値観にとらわれたり、価値観っていうのを話とも通じてくると思うんですけれども、現実を僕たちは固定してですね、見てしまっていることが多いっていうことなんですね。だからその固定をできるだけ外す、あるいは固定に気づくっていうことをしていくと、可能性がですね、いろいろと広がっていくんではないかなと思うし、またこの現実が違う、現実において違う景色がね、見えてくるっていうことが頻繁に起こってくるんじゃないかなと思っています。で現実を固定しないっていうのは、つまりですね、物事をこう決めつけないっていうことなんですね。これはこういうことだ、あなたはこういう人だ、この人はこういう人だ、この人はいい人だ、この人は悪い人だとかね、やっぱその僕たちっていうのは物事を決めつけた方が楽なんですね。楽なんですよ。だから、もう判断というか、いろいろ考えることなく、この人はこういう人だっていうふうな、もう思い込みっていうか、そういうのがあるんですね。だからそういう目で見ていく、そうするとその人のまた別の側面っていうのは見えなくなっちゃうんですね。本当はもっと別のいい側面とか、違う面、全く違う面があるかもしれないのに、それを、もう僕のこっちの視点でシャットアウトして、そしてその相手の人を見てしまう。ですから相手の可能性についても見えなくなることがあるし、そういうことが起こってくるんですね。それと同時に状況とかにもそうですよね。状況が、こういう状況、これは悪い状況だ、これはいい状況だってね、ついつい判断しちゃうんですけど、悪い状況の中にももちろんいいことはあるし、いいことの状況の中にも悪いことある。両側面が必ずあるんですね。必ず光、ものに光が当たると、光に当たる部分と影になる部分ってできますよね。それと同じで、物事とか現象には必ず光になる部分と影になる部分っていうのがあります。だからそれを、どっちかに固定するのではなく、ちょっと視点をフラットな状態にして、そして物事を見ていく。そうすると今まで見えなかったものが見えてくるんですね。ですからそれをちょっと意識していくと、僕自身もまだまだですね、やっぱ固定してね、やっぱついつい見てしまう、固定して見てしまう、判断してしまうっていうことがやっぱり多々あるんですよ。でもそういう意識で、あ、自分はこれ今固定して見てるなって気づくだけでも違うんですね。ぜひそういうことを、してみてほしいなと思います。でこれを喋ってる時に今777のナンバープレートがね、通ったんですけど、そういうのを見るのもまたシンクロなんですね。まあそういうことについてもね、またお話しできればと思います。以上です。ありがとうございます。